日本は同点は狙いません。逆転を狙います。さあラインアウトボール。相手は世界3位2度のワールドカップチャンピオン南アフリカ。今ヘスケス今入りました。ヘスケスが今入りました。ウィングのヘスケスが入ります。非常に強い選手です。ここで打開できる選手。山田に代わって入ります。ラインアウト投入前に両チームの選手が接触をしてしまいました。まずは獲得ですね。そうですね。先ほどあの低い位置、前のフォワードの低いボールというのも一つ見せましたね。日本は入れてくる。リーチ取った。さあモールだ。バックスがまた来た。2人を残して13人のモール。日本13人のモールです。押す押す。インゴールに入った。インゴールに入った。トライはあるか。ボールは中に入ってますよね。グラウンディングはできていません。日本ボールのスクラム。ゴール前5メートル。さあ残り時間はあと35秒。あ、そしてテレビジョンマッチオフィシャルです。グラウンディングされていたかどうかという確認になるでしょうか。このグラウンディングが認められますと日本は逆転。これはもう本当にいいモール。逆に誰がボールを持っているのかよくわからないような形になりました。真壁か立川のあたりでしょうか。ボールは中に入ってると思うんですけどね。田村が何かを確信したように右手を高々と上げていますが、ちょっとボールの位置が映像でもはっきり分かりませんね。So did you see the? No, there is nothing clear at all. It's going to be a scrum five, red ball. ああ、トライではありません。トライは認められません。しかしゴール前5メートルのスクラム。先ほどは相手ボールは南アフリカを押した日本。これしかもフロントローが1人新品ですので。そうですね、はい、2人戻ってきました。2人戻ってきましたね。先ほどトライシーンといいますか、インゴールでですね、フロントロー1人怪我したと思うんですよね。はい、それが入ってきましたね。フロントローに関してはフォワード第1列の選手に関しては一度交代で退いても、その専門にトレーニングを受けた選手が出なければスクラムを組めないことになっていますので戻ることができます。ただその分誰かが1人今1人抜けました、ね、外に出てるわけですね、はい、南アフリカは1人少ない14人です。ナンバー8が今いない状態ですね。バーガーはフランカの位置入ってますかね。さあ入った、ボールが入った。ボールをキープしてペナルティーだ。残り時間ここで80分。ここで時計は80分を回った。日本どうする、どうするかですね。引き分けですと勝ち点は2。あくまで勝ちを狙いに行くか、ペナルティーゴールを狙うか。ただペナルティーゴールを選択すると、あ、スクラム選択しました。スクラムを選びました。日本あくまで勝利を目指します。先ほどブラインドサイドウィングヘスケスがスクラムの
よりも広いスペースから狭いスペースに走り込んでくる、そういった動きがありましたね、はい、そうですね、それによってフォワードのディフェンスの選手もね、少しそちらの意識がディフェンスの意識が集中しましたね。さあ日本、世紀のジャイアントキリングなるか。ボールをキープ、圧力をかける。スクラムがフェイルして、日本ボールのスクラム組み直し、まだプレータイムあります。スクラムが中央に来ましたんでね、これアタックのするスペース両サイドありますから。そうですね、はい、その差は3点、日本はトライを取れば、これもう残り時間はほぼありませんので勝利、はい、もう勝利、ほぼ勝利と言っていいでしょう。これヘスケスが、ね、個人技でもいいと思うんですよ ね、 そうですね、はい、スタンドオフの横に入れるというような、そんな選択もあるかもしれません。日本はこれすぐに先ほどからボールを出さないのはどういった理由が考えられますか。南アフリカスクラム1人少ないですからね、まず少しでも条件のいいボールを出したいということですよね。もしくはもうスクラムトライ狙いに行ってるってことですよね。それだけ今スクラムいい手応えで日本は組んでるということですね、はいはい、落ちます。ペナルティーはありません。まずもう反則しないことですね。とにかく安定したボールを出すことだけです。もう手元の時計では80分を回っています。おそらくこれがラストのプレーになるでしょう。今おそらく世界のラグビーファンがテレビの画面に釘付けになっているはずです。日本ボールキープ、狭いサイド攻める、リーチ、早く出したい日本。ブロードハースト、さあリーチがオープンサイドに回る、リーチに託す。ヘスケスのミッシュ、ラックボール。日本はまだボールをキープしています。真壁です。足の筋断裂から戻ってきました真壁。スペースが少し空いたが、立川サポートはあります、まだあります。さあ外のスペースがある、勝負に行く。まだトライはありませんが日本ボールキープ。広いスペースにボールを運ぶマフィー、外2人、数的には余った。行け行け、トライ、トライ、日本、日本逆転。ボール離しましたね。ここで一人ね、反則ずらしましたんでね。最後やはりヘスケスに託しましたね。そうですね、やっぱり最高のプレイヤーがボールを持ちましたよね。最後
日本勝ち。